さて、この連日の暑さに対策を取っているという方も多いと思いますが、池袋のデパートの紳士服売り場では売り上げが去年の2倍以上という商品があります。前年に比べますと倍以上の売り上げを、取らせていただいております。売れているのは男性用の帽子です。このデパートでは梅雨明け前後から売れ行きが好調で売り場を4倍に広げました。梅雨明け翌週の週間売り上げはおよそ100万円、去年の同じ時期の 2.1 倍に当たるということです。夏だからなるべく涼しい帽子を、最近また帽子が増えてきているような気がしますよね。どのような帽子が売れているのでしょう。スーツですとか夏のジャケットスタイルに合わせて買われるような帽子、パナマ素材の帽子が非常によく今年も売れております。で、形で言いますと、お若い方中心にですね、ハンチング型、ハンチング帽が、よく。次に実用面です。本来の暑さを、防止するしのぐという意味での機能のついた帽子が売れております。紫外線カットや汗を吸う機能、熱を遮る機能に優れた素材を使い、折りたたんでもシワになりにくいようなアルペン帽タイプが売れ筋だとか。売り場ではお客さんとの会話から暑さ以外の原因も感じているそうです。原油の高騰等で車で外出をされるのを控えて電車で外出をされる方というのが非常に増えておるような。強い日差しと原油高、意外なマッチングでこの夏は帽子の流行につながるのでしょうか。休日用の帽子は持っていても、はい、仕事用にかぶっていく帽子を持っていないという男性は結構多いのかなという感じしますよね。あ、なるほど、まあ、でもそうした日傘とか、その男性の場合は帽子ですとか、そういった対策ももちろん重要だと思うんですけれども、はい、やはり熱中症対策には水分補給が一番大切だ、ね、ということなんですね。これからの季節十分ご注意いただきたいと思います。